公務委員長とは国家公務員の総人権比に割り削減という第45回衆議院議員総選挙における民主党のマニフェストに記載された政策を実現するために民主党の地域主権規制改革研究会による提言に基づいて第22回参議院議員通常選挙のマニフェストに記載されその半年後に政府の国家公務員制度改革推進本部が 民主党の公務員制度改革、総人権非改革プロジェクトチームに提示した改革案に盛り込まれた新設の内閣府外局の箇所。民主党は政権を獲得した第45回衆議院議員総選挙のマニフェストに国家公務員の総人権非2割り削減を記載した。が、現在の人事院勧告の制度の下では、そのマニフェストを実現することが極めて困難であると、 考えられた。それゆえ、2010年4月22日、党の地域主権、規制改革研究会は、政権を獲得してから、初めての全国的な国政選挙であった第22回参議院、議員通常選挙のマニフェストにも、同志を維持するために、現在の国家公務員に認められていない、労働協約締結権を認め、そのための政府側の窓口として新たに、 公務委員長を設置することなどを盛り込んだ提言をまとめた。それを受けて民主党は同志をそのまま参議院議員選挙のマニフェストに記載した。2010年12月7日、政府の国家公務員制度改革推進本部は民主党の公務員制度改革総人権非改革プロジェクトチームに公務委員長の新設などを盛り込んだ改革案を提示した。 現在の人事院や総務省行政管理局等に分散されている給与制度や定員の管理、人件費などの権限を遺憾、集約するという公務員長新設を検討民主参院選考役で 47news,http://www.47news.jp:/cn/201004/cn2010042201001160.html2010 年12月7日閲覧。民主党研究会の政権公約提言用紙。共同通信社 h t t p w w w k y o d o n e w s j p f e a t u r e 2 0 1 0 e l e c t i o n 2 0 1 0 2 0 s t 2 5 0 h t m l 2 0 1 0年12月7日閲覧公務員2割削減を、現時民主研究会、公務員長新設も浮上。 m s n 3 k ニュース、http://sankei.jp msn.com ポリティックスッシ, <S s、Politics、シチュエーション10422 stt 兆四42億2193万3016 n1 htm 2010年12月7日閲覧公務員長を検討民主が参院選公約に 読売オンライン、httpww. 読売、cojp、ポリティックス、ニュース、2010422と 1t01365、htm2010 年12月7日閲覧。公務員2割削減を、現地民主研究会、公務員長新設も浮上。いざ。 <Vale. S 2> http://www.izer.ne.jp スラッシュニューススラッシュ newsarticl e スラッシュポリティック c スラッシュ po.lit.ic.sit スラッシュ383144スラッシュ2010年12月7日閲覧民主、マニフェスト新規政策の歳出は1兆円弱。msn3k ニュース。 http://sankei.jpmsn.compolitics.situation.10429stt1 <ッ>兆42億90005万 60001n1htm2010 年12月7日閲覧。公務委員長創設。人事院勧告は。廃止。政府総案。読売オンライン http://www. 読売。H COJP ポリティックスニュース 20101261T01278HTM2010 万位と T 0と年12月7日閲覧。公務委員長で労使交渉改革案概要。 東京 web,http コロンスラッシュスラッシュ www.tokyo-np.co.jp、ok、スラッシュアーティクルスラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ CK201012070200003 個 .html2010 年12月7日閲覧公務委員長案、民主に定時イコール労働協約権を付与政府、時事 .com http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ c, c g イコールパル30 k イコール2兆101億2070万923 2010年12月7日閲覧政府が人事院勧告廃止に向け公務委員長新設へ蓮舫氏は人事院廃止に言及 msn 3系ニュース http コロンスラッシュスラッシュ saneki k i。jpmsn。com ポリティックスポリシー。十万千二百七 plc。Policy、120 PL 一兆百二十億七千百十三万八千十。n。一。html。二千十年十二月七日閲覧。公務員長労使交渉の窓口に政府草案。毎日 jp。http。毎日。jp。セレクト。 政治ニュース、2010万 128K000 0 0メートル 01006000CHTML2010 年12月7日閲覧。ありがとうございます。